そこをどいてくれませんか。弱い、弱すぎるぞ。喜んでいいのでしょうか。もう少し楽しませてちょうだい。キュアキュアライト、ベッキーキュアトーウリア、ここで倒れるわけにはいかんのじゃ。はい、キュア先を急ごう。80点ってところかしら。情けは無用。もう少し楽しませてちょうだい。キュアオール、キュアトーン、キュアキュア早すぎるな。弱すぎるぞ。古傷がうずくわい。もう少し楽しませてちょうだい。交流波、はい、ライトクロス、交流波、はい、キュアライト、ウリア、こんなもんかな。死に急ぐこともなかろうに。考えてしまいますね。
情けは無用。メッセラー総破山総破山気はないこれは待て、これが霞んで消えた。これなら満点よね。戦うしかなさそうですね。もっと歯応えが欲しいな。戦うしかなさそうですね。先行拳交流先行拳ライトクロス優勢賞早すぎるな。弱すぎるぞ。戦うしかなさそうですね。先行拳交流派先行拳優勢賞弱い戦いでは弱すぎるぞ。喜んでいいのでしょうか。戦うしかなさそうですね。腕が鳴るわい。アイスニードル総破山ヒーヒーアイスニードル焦点めさらい。you
情けは無用。そこをどいてくれませんか。いけよ。総破じゃ。チェア、チェア。ライトクロス。酒は無用。少しは歯ごたえがありそうね。これなら満点よね。ありがとう。これはせめてものお礼じゃ。受け取ってくれんかの。これなら満点よね。戦うしかなさそうですね。まだ動かせましょう。また傷が増えたましたね。喜んでいいのでしょうか。酒は無用。
ザンギース先行拳ヒールザンギース交流まだまだ奨励派こんなもんかな新さんほどもなかろうに挟まれましたよまだまだこれからよそういうチェーライザー奨励派奨励派もう終わりではなかったですか戦うしかなさそうです。早くかかってこい。奨励派。サンダーストーム。交流。もっと歯ごたえが欲しいな。弱すぎるぞ。後ろか背後を取られるとはの電気剣シャー交流ファイターサンダーストーム もっと歯応えが欲しいなそれが偽善だったとしてもあれはアーガシー一体何のことを言ってるのかさっぱりわからんなあなたは私の両親と兄を殺したのよひと違いだろう人違い？いい加減なことを言わないで覚悟！おい本当にこの男なのか間違えることなどありえないわまだまだ女命は大切にするんだな。大丈夫ですか？誰？おう、ラティ。それにイリアも。無事だったのか。
どうした、イリア。艦長、表になるんですね。おいおい、今の状況を見ただろう。会ってそうそう何言い出すんだ。何か。え、いえ、はじめまして。私、イリアと申します。私はマーベルです。マーベル・フローズンと申します。私はちょっとした事故で気を失っていたところを彼女に解放してもらってたんだ。どうかした？いえ、何でもありません。深紅の盾に両親とアリエ。ええ、奇遇ですね。僕も両親を殺され、今は生き別れになった妹を探して旅を続けているところなんです。犯人については確信を持てないのが辛いところなんですが。そう、でも私には翼はないですから。そうですね。僕の妹は多分生きていれば綺麗というよりは可愛いという感じになっているでしょうしね。とにかくどこかに入らないか。話をするのはその後でもいいだろう。お酒はいける方ですか、おじさま。年寄りを茶化すでないわ。酒なんぞ水と同じよ。それにわしなら黙って火入らずを頼むがの。あら、つゆですわね。イリアさん、いつの間にこの世界の酒を覚えたんですか？男なら細かいことは気にしないものよ。ね。うん。そろそろいいか。私、気分が悪いので外にいます。ごめんなさい。あ、ああ、それでは。えい、お待ち。冷えてますぜ。透明感じゃ。来たわね。
キーも飲んでみなさいよ。いや、俺は。何よ、意外にラティって硬いのよね。うん、この香り、味、喉越し、たまらんの。まったく。ラティ、起きろ。イリア、風邪ひくぞ。はあ、参ったな。ロニキスさん。ん？どうした、ラティ？もう食べられません。そういえばマーベルさんはどうしてるんでしょう。そういえばそうだな。マーベル、すまないな、騒がしい困ったやつらばかりで。そんな、皆さんいい人ばかりで、久しぶりに楽しい時間を過ごさせていただきました。そうか、それならいいんだが。私、やっぱり一人で旅を続けたいと思うんです。どうして、今は楽しいと言ったばかりじゃないか。だからなんです。え？楽しい時の中に自分を置いてしまうと、全てを、兄も両親も恨みも何もかも忘れてしまいそうで。忘れろとは言わないが、何もそこまで。アシュレイさん、わしが来ては無粋だったがの。いえ、そんな。ロニキスさん、それじゃあ私はこれで。おい、そんな急いで行くこともないだろう。いえ、一緒にいる時間が長くなればなるほど決心が鈍ってしまいそうなので。だが、お元気で。待ちなされ。まだ何か。シンクの盾を追っているそうじゃな。はい、まだ遠くに行っていないと思いますので、追いかけようと思います。無駄じゃよ。ほっと気を悪くせんでくれ。わしが言いたいのはじゃな、たとえ主の仇が本当にシンクの盾であったとしても、先ほどの男とは全くの別人だということなんじゃよ。偽物がいるということですか。偽物であればことを収めるはたやすい。何よりも本人が放っておかんじゃろう。本物でも偽物でもない謎かけですか。やつとわしは戦友でな、別段友というわけではないのじゃが、適当な言葉が見つからないのでな。
魔界大戦の末期に奴はシルバラント王の密命を受けて旧異種族の秘宝を探し求めておったんじゃ。何ですかそれは。名を映し見の鏡という。鏡さよ。じゃあただの鏡ではない、映し出したものの複製を作り出す力を持つと伝えられていたのじゃ。シルバラント国王はこれを用いて魔界大戦での切り札となる武具を作り出そうと考えたのじゃ。しかし鏡は秘宝なぞではなかった。映し見の鏡は物を歪めて映す。探索隊で生き残った者からの報告では、映し見の鏡に姿を映した深紅の盾は突然乱心し襲いかかってきたそうじゃ。それじゃあ映し見の鏡が深紅の盾を変えてしまったと。多分間違いなかろう。それに最初会った時はわしも本人にしか見えんかった。気を許した隙にわしは左腕を奪われる結果となってしまった。片腕で剣は使えても奥義ほどの大技は使えん。あるのは（笑）マーベルよ、わしらについてこんか。それが主のためになると思うがいかがか。はい。おはよう。おはようございます。ミリーはどうなったか知らないんですか。てっきりお二人は一緒にいるとばかり思ってたんですよ。すまん、実はこっちに来てすぐに魔物に襲われてその時にはぐれてしまったんだ。そんな。私もその時大怪我してしまってな、気を失っていたところを彼女に助けられたというわけなんだ。私がロネキスさんを見つけた時には女の子の姿は見当たりませんでした。魔物は人をさらうくらいなら殺してしまいますから、きっとどこかで無事だと思いますよ。それじゃあそろそろ出ましょう。ん？あ、バンでしたっけ。ああ、イオニスから西にある王国という話だ。バンの国王が魔王討伐に名乗りを上げる戦士を募っているらしい。王に謁見すればアスモデウスの情報ももらえるだろう。でも全く驚きましたよ。はぐれた仲間を探しているとしか聞いていませんでしたからね。魔界の王アスモデウスを倒したなんて、そんな大それたことを考えていたなんて。さすがに無理にとは言わないわよ。行けるところまで一緒に行かせてもらいます。足を引っ張るようなら自分から身を引きますから。それじゃあ行きましょう、バン王国に。